ダメ、一番年下が遊んでたら罰当たるもん。やめろ。だって鷹の爪を刻んで入れた方が効く。いやー、やめて。まあまあ、よしみ先輩、落ち着いて落ち着いて、まずはちょっと食べてみてくださいよ。やだ、辛いもん。別に辛くないぞ。背中、流してあげる。早く背中向けて。お兄ちゃん、どうして彼女作らないの？お姉ちゃんなんかどう？
お兄ちゃんってどんな人がタイプ？じゃあ彼女作っちゃえばいいのに。募集してないの？あのさ、ゆいと、はるかの布団。はるか、何やってんの？ゆいとさんの背中流してんの。ゆいとさん？何を？応援するって言ったのに。いいじゃない、少しぐらい。ん？うん？ママ！嫌なのじゃ！嫌なのじゃ！ゆいと、寝た？そう。とうとう、明日だね。まだ一週間あったらいいのにな。えへへ。楽しかったね。楽しいことが、いつまでも続けばいいのにね。そっか。おやすみ、ゆいと。覚めない夢を見たことがあるか？覚めない夢を見たことがあるか？どうした？お前、あるか？
そうだな。見てたら起きていないだろう。ああ、みんなで合宿している夢をな。いつまでたっても合宿が終わらないんだ。忘れた。スー、忘れないです。お母さんなんか嫌い、大嫌い、大嫌いだよ。先輩は夢がないな。夢がないのはダメなんですよ。死んじゃうんですから。おはよう。うん、でも洗っときたいから。今起こした。蹴っ飛ばしたから平気。お兄ちゃんにはそんなことをしないよ。うん、寝てたら蹴っ飛ばしてね。ヨシミ様ならイーゼルを持って外の方へ。はい。喜んだ方がいいですか？スー、寂しい。あと1週間あったら絶対完成するのに。いい、一人でやる。頑張る。
ふひゃー、はぁ、なごむ。あ、もうないよ。合宿所に戻ってるね。今日バーベキューやるってミキ先輩言ってたから。